皆さんこんにちは、寺さんです。今回はうつ病は甘えじゃない3つの理由っていうことについて話していきたいなと思います。やっぱりうつ病になってしまうと、私がただ弱いだけなんじゃないかなとか、私がただ甘えてるだけなんじゃないかなとか思ってしまう方かなり多いと思います。僕もそうでした。ただそのね、勘違いだと、まあ、違うんだぞっていうことについてね、話していきたいなと思います。お前誰やねんと、おんなこんな金髪でボサボサしてマスクして誰ですか君はってね、思われると思うんで、簡単にね自己紹介をしていきたいと思います。はい、僕はツイッターでうつ病関連の発信をしていまして、フォロワーが大体2万人ほどいます。そしてココナラでうつ病彼氏の恋愛相談をしていて、240件ほど買われています。で、そしてサンクチャーリー出版さんから20代で全部積んでた僕が回復するまでにやったことという本をね、出版させていただきました。はい、というわけでね、怪しいものではないということだけ伝われば幸いです。というわけで早速話していきたいと思います。やっぱりね、うつ病になってしまうと、自分が弱いとか自分が甘えてしまっているって、すごいね自分を責めてしまうと思うんですけれども、やっぱりね、責める必要ってなくて、むしろなんか責めずに受け入れていただきたいなって僕は思うんですよね。なんでこの動画を見て、まあ、自分を責めなくてもいいんだと、自分は別に弱いからうつ病になったわけじゃないんだっていうような発想につながっていただければなと思って、このようなね動画をね作っています。はい、これから話す内容なんですけど、医学的な根拠っていうよりかは、まあ、うつ病の感覚、うつ病当事者としてこういう感覚だよっていうね、論理的な根拠っていうよりかは感覚ベースで話していきますので、その点ねご了承いただければと思います。はい、じゃあうつ病は甘いじゃない3つの理由ということについて話していきたいと思うんですけれども、1つ目、うつ病になってしまう人は消耗量が多すぎる。2つ目で、蓄えてしまった消耗量が多すぎることによって回復が追いつかない。3つ目、普通の人と比べてしまった時に差が激しすぎて自分が甘えてしまうと思っているっていうね、この3つについてね話していきたいと思います。まあね、聞いてみればね、あ、なんかそういうことかみたいなふうに思うんですけど、やっぱ当事者目線だと、うわ、なんか抜け出せないっていうか、全然わかんないっていうね感じがするんですよね。はい、じゃあ早速1個ずつね紹介していきたいと思います。はい、1つ目、1日の消耗量が多すぎるということについてなんですけれども、大体これは結構 HSP さんとも関連があるかもしれないんですが、大体うつ病になってしまう人の多くはやっぱ気を張りすぎてしまったりだとか、考えなくてもいいことに考えてしまったりだとか、っていう風に、エネルギーの無駄遣いって言ったらちょっとあれですけど、なんかそこまで考えちゃうっていうか、深く考えちゃうったりするんですよね。で、また止められないんですよね、それが。具体的にどういうことかっていうと、ちなみに僕の場合だったら、レジのお仕事、お金の受け渡しとかのお仕事をしているんですけれども、で、その時にですね、だいたいお金を間違えなければね、いい最低限の仕事だと思うんですけど、お金の単位だけじゃなくて、お札の表裏とか、硬貨、コインの表裏とかも全部揃えて渡そうとね、しちゃったりとかするんですよ。それってなんかそこまでやる必要ないんですけど、なんか完璧に求めちゃうっていうか、よりなんか相手にね、こう、不快感を与えないようにとか、なんかわかんない、理由はわかんないんですけれども、なんかそういうふうに考えなくていいところまでやっぱ考えてしまうんですよね。で、やっぱその結果どうなってしまうかっていうと、一日の消耗量がどん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 増えてしまうっていうね、ことなんですよ。で、そんだけ分疲労が大きくなってしまうので、うん、やっぱその積み重ね、こんな感じで些細なことが、多分日常にいっぱいあると思うんですよね。で、そうなってしまうと、些細なことの積み重ねでどん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 疲れが溜まってきてしまって、で、他の人と比べてしまうと、相対的に疲れる量が多くなってしまう。つまり、まあ、消耗しやすくなってしまうっていう点なんですよね。はい。なんで、これは甘えっていうよりかは、まあ、自分のこのスタンスの問題なんで、うん、自分が弱いからっていうよりかは、自分が頑張りすぎちゃってるからこそ疲れちゃってるってね。はい。ことがね、伝われば幸いです。はい。なんで、弱いんじゃなくて、頑張りすぎちゃってる。ということです。はい。2つ目、疲労が溜まりすぎて回復が追いつかないということについて話していくんですけれども、疲れがやっぱどうしても溜まりすぎてしまっているって方が大多数だと思います。で、それに対して回復が同じ量だけ、疲労と回復が同じ量だけあれば全然間に合うんですけど、元気になれるんですけれども、大体多くの人が疲れの溜まる量の方が高くて多すぎて、回復できる量はむしろ小さくなってしまっている人が大多数だと思います。僕もそうでした。回復の時間はだいたい主に、まあ、眠れる時間だったりとか、眠れる質量だったりだとか、まあ、あと趣味遊びだったりとか、ゲームだったりとか、ストレス発散できる何かがあるだったりとか、夢中になれるとか、まあ、その環境、何も特に考えられなくて済むような時間だったりと
かいろいろあると思うんですけど、うつ病になってしまっている人ってやっぱめちゃくちゃ考えちゃったりだとか、寝る前にも仕事のこと考えちゃったりだとか、ね、無意識に考えちゃうんですよね。僕もそうだったんで、頭がね働いてる時間がどうしても長くなってしまうんですよね。でイメージしていただきたいんですけども、これは僕結構借金地獄とかなり似ているんじゃないかなと思っていて、で借金って借金の金額が多ければ多いほど利子で膨らむ金額も多くなるじゃないですか。でこれエネルギーとも同じで、溜まってしまった疲労が多ければ多いほど、でそれも利子がつくんじゃないかなと思ってるんですよ。これは勝手なね、デラさんの完全な個人的な見解なんですけど、溜まった疲労が多ければ多いほど溜まる利子のエネルギーも多くなってしまう。つまり返済に時間がめっちゃかかってしまうんですよね。なんで例えばなんか結構数ヶ月ずっと体調悪い、なんかめちゃくちゃ寝てしまっているみたいなことって結構起きると思うんですけど、僕もそうだったんですよ。多分ね数年ぐらいねめっちゃ寝てる時期あったんですけど、そんだけ疲労めちゃくちゃ溜めてたんですよね。そんだけ分体を酷使してめちゃくちゃ疲れていたからこそ、それを返済する、疲れを返済するためにめちゃくちゃ時間かかってしまう。ずっと寝ている時間が増えてしまう。だからずっとこんな寝てる自分甘えてるなみたいなことが起きてしまうんですよね。疲労を溜めすぎてしまうからこそいっぱい寝てしまって、でだからこそそんな自分甘い弱いって思ってしまうっていうサイクルです。これも先ほど同様、頑張りすぎてしまうからこその副作用なんで、はい、頑張りすぎです。はい、3つ目、他人と比較した際に甘えてしまっているんじゃないかってことについて話していくと思うんですけど、で先ほどね 1,2 の話をしてきましたが、だいたいね普通に働いてる人って週5で働いて週2で休んでいるじゃないですか。でそれに比べて僕たちうつ病の人たちって多分ね週2で働いて週5で休んだとしても結構きついと思うんですよ。でこれはなんでかって言ったら、疲労が溜まる量が多くなってしまったりとか、まあ、気を張ってしまって疲れる量も増えてしまうからなんですけれども、やっぱ人間って比較して自分は上なのか下なのかみたいな風に、まあ、競うっていうか分かる生き物だと僕は思っているんですけど、前提としてね、前提として人と比較して上下を決めるものだと思うんですが、週5で働いている人の目線から見ると、俺は週5で働いていて週2で休んでいるのにこれが普通だと。じゃあなんで他の人、まあ、じゃあ今回うつ病の人は週5でも働いてないのにいっぱい寝てばかりいるって自分と比べると甘えてるって思うんですよね。これが結構大事で、週5で働いてる目線だと俺はできてるけどお前はなんでできないんだって責めるんですよ、はい、で逆にうつ病の人も、うつ病の当事者目線でも言うと、自分は週5でも働けないしいっぱい寝てばかりいる、なのにこの人はいっぱい働いてる、週5で働いてる人もいる、なんで自分は弱いんだみたいな感じで誰かと比較して弱いだったりとか甘えてるんじゃないかっていうような違いに気がつく生き物だと思うんですよね。ただですよ、他人と完全に比較することなんて僕はできないと思っていて、それなんでかって言ったら前提条件全然揃ってないから、年齢も違うし生きたね生まれも違うし、12歳の人と一緒にかけっこで 100m 走競争して勝って、イエーイだったぜウフフみたいになる人って多分いないですよね。なんでかって言ったら12歳の人と全力でねかけっこの競争してもしょうがないからなんですよ。というふうになんか比較しても、しかもですよ、苦しみを比較しても、まあ、しょうがないと思うんで、誰かと比較して確かに自分は働いていない、まあ、弱いのかもしれないけど、それを比較したところで別になんか何も起こらないっていうかね、そんだけやっぱり先ほどのね疲労を溜めてしまっているからこそ、頑張りすぎてしまっている、周りに、ね、気を使いすぎてしまっているからこその副作用なんで、そこまで自分をね責めないでいただきたいと思ってます。というわけでね、うつ病は甘いじゃない3つの理由ということについて話してきました。まとめると、まあ、頑張りすぎちゃったりとか、もう本当に気張りすぎちゃったりとかしちゃってるからこそ、うつ病も治りづらくなってるし、回復もしづらくなってるし、でそして誰かと比較するからこそ、弱いだったりとか甘いだったりとかってやっぱ出ちゃうと思うんですよね。なんでね、その点で、これを解決する方法ってマジで難しいんですけど、マジ比べないことと、僕は今日を見て、今日を楽しく生きることだけ考えたら回復できたんですけど、まあね、他の動画にもね、いい感じのこと言ってたりする動画もあるんで、記事もねあるんでね、いっぱい読んでいただきたいです。とにかくこの動画で伝えたいことは、薄病は甘いじゃないと。頑張りすぎちゃってる、気張りすぎちゃってる、気を使いすぎてるからね、頑張りすぎちゃってる、でその疲労が溜まっているからね、はい、
それが起きる現象なんで、まずはねしっかりエネルギーの使いすぎた自分をしっかりいたわっていっぱい、ね、寝てリフレッシュしていただきたいなと思います。じゃあまた、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。